皆様、明けましておめでとうございます。本年はね、ちょっと変わった角度からの初日の出をね見てるんです。今年もね、どうぞよろしくお願いいたします。おごそかなね気分になりますね。実はね、数十分前にテレビで富士山の初日の出を見てきました。ね、もう40分ぐらいズレがあるんですよ、富士山の初日の出と福岡の初日の出は。でもね、どこから見てもいいものはいいものですよね。エネルギーがね、本当素晴らしいと思います。あなたのですね、今年の目標、成し遂げたい夢、何でしょう。ね、10位いっぱいあると思うんですけど、トップ3ぜひね考えておいてくださいね。今年はね、いよいよ健康保険も無事終えて、ビジネスと金銭的なね分野に入っていきたいと思いますので、期待して待っていてください。改めまして、 Love with Passion、 明けましておめでとうございます。ちょっとね、変わった角度の初日の出を堪能していただこう。ちょっと眩しいですね、もうね。ということでね、福岡も激寒です。どうぞね、今年もよろしくお願いいたします。パワーがね、伝わってるといいと思いますけど、更新がね結構滞ってますけど、無事ですから。ただね、いろいろやることが多くて言い訳になってしまいますけど、まあね、じっくり今後も人生は長く続きますし、時間もたっぷりありますので、ゆっくりね健康編と金銭編をね、ビジネス攻めたいと思ってますので、近々ね報告もいろいろありますので、楽しみに待っていてください。ということで、あなたの人生を最高傑作に、2022年も楽しくやっていきましょう。では、 Love with Passion。